231系が、木更津から五井間で団体臨時列車として運行されました。JR 東日本は、今日15日、E131 系による団体臨時列車を木更津から五井間で運行しました。E131 系0番台、80番台は、房総地区の電化路線の末端区間におけるワンマン運転対応車両として、2021年3月にデビューした車両です。車両デザインは、房総の海をイメージした明るい青色と、内陸を彩る菜の花の色をイメージした黄色の帯を配しています。前面は、房総の海の波しぶきをイメージした水玉模様となっています。2両編成12本が、内房線、外房線、鹿島線、成田線で活躍しています。今日15日は、鉄道開業150年を記念したツアー、ディーゼルマニアアルファとして、E131 系は、定期運行しない、内房線、木更津から五井間を走行しました。車両は、E131 系0番台ちまり R06 編成が使用されました。木更津駅を、14時50分に発車し、五井駅には、15時24分に到着しました。房総地区を走る E131 系が団体列車としての運用に就くのは今回のツアーが初めてとなります。これで1月15日の KAB ニュースを終わります。